日本女员工竟然把我领到这种地方吃海鲜。キクちゃん、今日どこ行くの？子ども市場で超有名な海鮮の店に行きます。我有种不祥的预感。キクちゃん、ちょっと待って、ここスーパーじゃない？スーパーですけど、食べ物買って持っていったら調理してくれる。小菊神神秘秘地说，他已经打好招呼了，过去就行。あ、買ってきました。これであんこなんです。これ、一匹刺身半分と焼き半分でお願いします。小菊是真会吃。问了才知道，原来这家店还是米其林餐厅的海鲜供应商，所有海鲜都是现杀现做。小菊竟然还是个关系户。在日本，没有人可以在冬天拒绝这道安康鱼火锅。鲜鱼的肉质紧密，弹性十足。但是就是这鱼长得多少有些丑。不得不说，这里的烤金木雕也太鲜太嫩了。还有这刺身雕也非常 Q 弹带劲。这叶心店长送的刺身油脂丰厚，太好吃了。Q 奖冒偶然可以拍。拜拜。在日本，这样一顿海鲜大餐只要300块，大家觉得怎么样呢？酱油推荐指数。